フリージャーナリスト、あ、まあ、週刊誌の記者やりながらアクセスジャーナルという、ネットのウェブサイトの編集長をやっている山岡というものです。今日はこの集会に呼んでいただいたのは、もちろん私自身が競合罪に反対しているということもあるんですけれども、はっきり言って今、盛りかけの問題が野党の追及にもかかわらず随分行き詰まっている感じがありますけれども、その中でこの盛りかけ問題よりはるかに重大なですね、これをもし大手マスコミが真面目に取り上げたら安倍首相は首相退任どころか、もう議員としての資格も失うほどのですね、重大疑惑がありまして、まあ、それを手前味噌なんですけど、うちの方でその証拠文書っていうのを入手しまして、1週間ぐらい前に自分のところで、まあ、発表してるんですけれども、今のところ、大手マスコミからは、まあ、これ公安の人も見てるんであんまり具体的には言えないんですけど、まあ、場合によったらもう大手マスコミもですね、根回しはこちら終わってまして、もしこれが本当に浮上したら安倍さんは私個人の意見で言えばはっきり言って終わりだと思います。で、それがどういうものなのかっていうのを今ちょっと説明簡単にさせてもらいたいと思います。皆さんはもう古い話なのでご存知ないかもしれませんけれども、18年前、安倍さんの下関の自宅が、に火炎瓶が投げ込まれまして、で、車庫車3台が燃えまして、一応放火未遂事件っていうことでそれ自体が大きく報道されました。しかしこの原因がなぜそんなことになったのかっていうのが、大手マスコミは基本的にぼかして、はっきり報じませんでした。それの真実が最近になって明らかになりました。で、それはどういうことかというと、もう簡単に一言で言うと、安倍さんの地元、当然山口県の下関なんですけれども、そこで市長選がありまして、安倍さんが推していた、当時の市長っていうのがに対して新進党の代議士が、ライバルとして立候補しまして、下手をしたら、負けるんじゃないかという状況がありました。その中で、安倍事務所が選挙妨害を頼みまして、それも頼んだ相手っていうのが、今でいうところの反社、地元のブローカーと、あ、ブローカーに頼みました。で、それの見返りとしてですね、まあ一言で簡単に言えば公共工事を渡すというような内容の密談が交わされていました。ところが安倍事務所の方はそれを実行しなかった、つまり選挙を妨害だけやらすだけやらせて、後の補償を一切実行しなかったので、そのブローカーが怒りました。そして塀の中で知り合った、お隣の福岡県 の、 指定暴力団、それも特定危険、特定危険指定暴力団という工藤会っていうのを一番やばいところがあるんですけれども、まあ、ここの組長たちと一緒になって火炎瓶を家に投げ込んで、で放火未遂っていう事件が起きました。で、まあ、こんなことをいきなり言ってもですね、じゃあ何の証拠があるのということなんですけれども、でこの主犯とされたブローカー小山さんという方なんですけれども、この人が、懲役13年打たれまして、で今年の2月に出所してきました。で僕はもう当時からこの放火事件の裏はいろんなことがあるなっていうことでですね、まあ15年ぐらい前からもう取材してました。で塀の中の小山さんにも手紙を出して連絡を取ってたんですけれども、返事が来ないので、まあもう完全に口封じをされて、おとなしくされてですね、塀の中でいじめられて、もう何も言わないんじゃないかと思ってたんです。ところが今年の5月、まあ、ごく最近ですけれども、なってその小山氏から連絡が来ました。それで下関に会いに行って、まあ、彼自身はいろんな思惑があるんでしょうけれども、なんとかその証拠の3つの文書っていうものを入手したんです。でその内容なんですけれども、結構長い文書で書いてるんで、まあ、端的に言いますと
まあ、さっきも言ったように選挙妨害の見返りに公共工事を渡しますと。それから小山氏は地元では有名な地上げ屋だったので、彼が関わってた関わってた都市計画のスーパーの横の道路変更をですね、計画道路の変更をしてくれというような内容、まあ、そういうふうなかなりの利権的なものが約束されてました。で、問題はこの文書なんですけれども、もちろんただワープル打ちで何の署名もないのであれば、こんなものは単なる紙切れで何の証拠にもならないんですけれども、その3つの文書があって、その中で、署名捺印をしているのが、当時の地元の、筆頭秘書だった武田さんという方、この方が署名捺印をしていて、しかもこの方はですね、地元の山口県警の元警視で、その後天下った安倍事務所の天下った方なんですね。で、その3つがあって、まあでもそれでもここまで聞いた人はですね、じゃあ安倍さんは直接絡んでないんじゃないかと、じゃあ地元の人が勝手にやったということで、これ解決ごまかし聞くでしょっていう話なんですけれども、ところがなんとですね、この3つの文書の中には1つはお願い書っていうのがありまして、この山口県警の武田さんがですね、なんと安倍さんと会談をセットするから、もう具体的に日も書いてるんですけど、00年の7月3日にですね、安倍事務所に来てくださいと、そういう内容を書いてるんです。で、それの後に安倍さんと2時間ぐらい会いまして、その後に安倍さんとの密談の結果をまとめた文書がまた同じ武田さんの署名入りで入ってまして、で、その中に、さっきのスーパーの件、それから、まあ、これも簡単に言いますけど、8億5000万円ぐらいのですね、あるトラブルについてのお金をチャラにしてほしいっていう、チャラにすることっていう、そういう内容のものも入ってる、まあ、大変な文書なんですよ。で、実は、まあ、それだけ言っても、じゃあ皆さんはじゃあ小山っていうのも反社関係なんだから、なんか思惑があってそういうものを捏造してんじゃないかと、まだそれでも疑われる方がいるかもしれません。しかし実はこの文書の存在っていうのは当時から噂としてはかなり知られてまして、で、共同通信が一回報じようとしたんです。つまりちゃんと裏付けがあるものなので、こちらのちょっと半分推測が入るんですけど、この3枚のうちの1枚をどっかからこの証拠文書をですね入手したらしくて、で、それをもとにちょうど安倍さんが第一次政権06年ですか、あれ06年ですねに なろうとした時に、ちょうどそれと合わせて報じようとしたことがあったんです。ところが社会部の記者の方ではやる気満々だったんですけれども、上の方が止めまして、結局それは実現しませんでした。そういう案件なんですね。で、しかももう一つ言うと、その選挙妨害のやり方っていうのはものすごく汚くて、安倍さんは拉致問題のことを随分声高に言って、まあ、首相になった人ですけれども、それを逆手にとってですね、全くの虚偽なんですけど、当時そのライバルの古賀さんっていう人が、まあ、選挙妨害を受けた方なんですけれども、この方が実は朝鮮人で、もし彼をこの下関の市長に当選させたら、下関がもう北朝鮮状態になってとんでもないことになるという非常に差別的なですね、そういうもののビラをいっぱい配りまくってやったということ、それもすごい重要なことだと思います。あとですね、それで、この問題はもううちの方のアクセスジャーナルっていうところでは、まあ、いろんな経緯があって報じてるんですけれども、その大手マスコミの、反応が今一つなんです。それで、まあ、ここでも一般の方にも訴えたくて来たんですけれども、結局朝日新聞も全く反応がなくてですね、あれだけ森国旗問題でやってるのに、これは言っときますけど、選挙妨害という完全な犯罪です。この犯罪の行為はですね、いくら時効が来ようが法的に、もう政治家にとっては一番致命的なことだと僕は思います。で、それに安倍さんがさっきも言ったように、その
犯人、主犯の人間と会って見返りの約束までしていた、そういう事実がもし国会で追及されれば、これは完全に政治家としては終わりだと思います。ところが反応がいいんで、まあじゃあ本当に盛りかけである程度適当な、とこなら追及するけれども、本当に息根を止めるようなものであればですね、それは結局本気でやる気がないんじゃないかと、そういうことすら思って憤りを感じております。どうか皆さんの力でこの問題を盛り上げて、安倍さんの退陣につながるようにご協力お願いします。今日はありがとうございました。山田さん、もう一回、今の内容を読むにはどこを、例えばネット上とかで見られますか？ああ、それはあの手前ミスですけ ど、アクセスジャーナルっていう名前でネットで引いてもらえれば、はい、その記事にとります。はい、皆さんアクセスジャーナルです。これをネットで検索してみてください。ものすごい今話していただいた重要なことが読めます。ぜひ多くの方、皆さんで拡散しましょう。安倍政権が倒れる本当に重要な内容